ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。6月24日月曜日のニュースをお伝えいたします。大岡の奇跡、一ノ瀬恵奈です。この番組では毎週月曜日から金曜日、大岡の奇跡メンバーが日替わりで競馬ニュースをお伝えしていきます。それではまず最初のニュースです。第60回宝塚記念、優勝はリスグラシュ。6月23日に阪神競馬場で行われた第60回宝塚記念 G1 芝 2200m は、好スタートから2番手追走し、直線で素晴らしい足を見せたダミアン・レーン騎手騎乗のリス・グラシューが完勝。勝ちタイムは2分10秒8。2着には逃げ粘った奇跡、3着にはスワーブ・リチャードと続きました。1着リス・グラシューに騎乗したダミアン・レーン騎手は、完璧に仕上がっていた厩舎の方々に感謝しています。非常にいいスタートで先頭に行くか迷いましたが、2番手で行き好判断でした。いい手応えだったので自信もありました。また日本に来ますとコメントしております。約2ヶ月で37勝を挙げ、私たち競馬ファンの記憶にもたっぷりと刻まれました。そして管理する矢作義人調教師は、びっくりするほど強かったです。まさか2番手だとは思わなかったですが、ジョッキーの好判断でした。香港を2度経験し、馬が非常に強くなっていますとのことです。次走に関しましては、 BC フィリー&メアターフ、または BC ターフも視野に入れており、コックスプレートの招待も来ていることから、いずれも海外挑戦が予定されています。血の開花もあるのか、どんどん能力がね、精神的にも右肩上がりのリス・グラシュ。去年秋 G1 馬となり、悔しい思いをした期間も長かっただけに、この勝利は強さをまさに確信に変えるものでしたね。美しい顔の本場のこれからの物語がさらに楽しみです。関係者の皆様、おめでとうございました。続いてのニュースです。グランアレグリアの弟ブルトガングが新馬勝ち。6月23日東京5レースのメイクデビュー芝 1800m で一番人気の期待に応え、4馬審査の快勝。父はディープインパクト、母タピッツフライ、姉のグランアレグリアも早くから能力の高さを表していましたよね。本馬の馬名の意味は、中世ドイツの伝説に登場する英雄の剣ということで、英雄の剣のように強い活躍に期待したいと思います。以上、6月24日のネット競馬ニュースフラッシュでした。